はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西の昼食ですね。昼食エースコックマスヤおにぎりせんべい味焼きうどん。はい、おにぎりせんべい味焼きうどん、チャ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 すんなこれ。醤油仕立て、いつものあのうまさがカップうどんに。でもこれおにぎり坊やっていうのがね、いらっしゃいますね。おにぎり坊や知りませんでした。はい、マスヤさんは伊勢の菓子メーカーさんです。調味タレと後入れ火薬、これ多分海苔だけです。はい、刻み海苔だけだと思います。はい、お湯を入れます。ああ、ちょうどいい。あちゃあちゃあちゃあち、怖い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 、あちゃあちゃあちゃ、怖い怖い怖い、あっち。5分待つですね。5分長いっすね。5分長いわ。お湯切りしますね。お湯切りをね。あ、湯切りできました。具はなくて、よし。うわ、すごいとろみがありますね。こんなとろみある調味タレ初めてだ。あー甘辛い。あー匂いするわ。甘辛い、匂いが甘辛い。あー、おにぎりせんべいの匂いだ。海苔を、あれ海苔こんだけ、こういう感じです。はいね、これをまあじゃあ食べてまいりますか。海苔いい匂いしますね。いただきます。うん、そうですね。まあ味はまあ味はそうなんでしょうけど、せんべいのあの香ばしい感じがね、まあさすがにないので、ちょっとやっぱ違いますね。あ、まあでもおにぎりせんべい味ですね。うん、具がないとやっぱ寂しいですね。あ、ヘリが来た。ヘリがうるさい。なんか具が欲しいな。これ麺すごいしっかりしてますよ。コシがすごくある。うん、麺いいっすね。うん、ちょっと違う香りがしましたね。うん、なんか香味油、なんか豚エキスっていうのが入ってんだ。それがちょっと違う感じをね、あれしてるんじゃないですかね。うん、海苔香ばしいね。うん、前にエビ満月味のね、カップうどんでしたっけ、食べましたけど、それは本当にね、エビ満月っぽかったんですよね。これはそこまであのエビ満月ほどの再現度じゃないな。うん、まあでも、うん、まあでもやっぱりおにぎりせんべいの味ですけども、やっぱ違うかな、ちょっと違うかな。うん、美味しいですけどね。綺麗に、ごちそうさまでした。あの、ここにこうしましょうかね、記念にね。近所のね、あのお菓子会社のね、商品が焼きうどんになったっていうことでね。どうすか、これでいきましょう。うん、もうちょっとテープで貼ろう。美味しかったですよ。うん、ね、そうそう、この商品からはちょっと話が離れますが、エースコックさんが出している甲子園カレーラーメンっていうのと焼きそばっていうのがね、去年一昨年とあったんですけれども、出てたんですけど、この夏にね、その焼きそばがものすごく僕好きで美味しくて、また今年もと思って期待してたんですけども、カレーラーメンは出たんですよ。カレーラーメンは出てて、とカレーうどんっていうの、この2種類がね出たんです。焼きそば出てないんですよ。あのホームページ見ても焼きそばが発売される様子がない。焼きそばが食べたいんですよ、僕は。甲子園焼きそばが。カレーラーメンは別にね、そんなにね、僕はそんなにあれだったんで、焼きそばちょっとエースコックさんちょっと
もうやらないんですか。あれ美味しいですよ、すごく。あれまた発売してほしいな、本当に。今年ないの。だからもう来年もないってことなんじゃないですか。それがすごく残念でね、僕はね。うん。あ、すいません。この話だ。うん。まあ、とにかく甲子園焼きそば本当にね、ちょっと復活させてほしいです。で、これは皆さん食べてください。はい。増谷さん、よろしくお願いします。はい。隣町なんで、はい。同じ伊勢のね、隣町なんで、増谷さんね。うん。町ことで、はい。まじゃ。美味しかったですよ。うん。まじゃ。